ではバトンを次の方へお渡しします。どうぞ。高田京子です。皆様本当に大変な時になってしまいましたね。いかがお過ごしでしょうか。今お家の中で本当にご不自由なことと思います。今本当に我慢ですね。忍耐の時ですね。でも私たち一人一人の行動が本当にこの収束につながるので、皆さんどうぞ我慢をしながら、大変だと思いますけども、お家でお自分の健康のためにもぜひいろんなことを、なんかお家でできることを探して、また楽しみを探して頑張っていただきたいと思います。そしてこのまた歌謡祭が大々的に開かれて、皆さんにぜひたくさんおいでいただくことを心からお待ちしております。早くそうなるといいなと思っております。そして今日は前ののですけれども、歌手協会の歌謡祭の映像をご覧いただきたいと思います。ぜひご覧ください。昭和44年、アポロ11号で初めて月に人類が降り立ちました。みんな夢の中、高田京子さん。恋は女心は夢を見るのが好きなの。夢の口づけ、夢の涙、喜びも悲しみも、みんな夢の中。優しい言葉で夢が始まったのね。次はこの人にバトンをタッチいたします。